こんにちは、花田美術の花田純です。今回は梅原龍三郎がテーマです。龍三郎を語る上で欠かせない人物がルノワールです。ルノワールという人物は誰もがその名を聞いたことがある人物であると思います。ルノワールと関わり合いを中心に龍三郎について今回は紹介したいと思います。龍三郎は1888年京都で生まれます。実家は染色、染め返しを行う出荷屋でした。そのため子供の頃から図案などを持ってくる絵師などを間近で見て育ったので、美術の才能はそこで養われていったと思います。中学を3年で中退し、当時では珍しく日本画ではなく洋画を学ぶようになりました。そして20歳の時にフランスへ渡り、リュクサンブール美術館でルノワールの作品に心を打たれます。自分が追い求めてきた作品を目の前にし、その本人のもので美術を学びたいと思うようになりました。紹介状一つなく直接ルノワールのもとに訪れ、その熱意が伝わったのか、正式に弟子になり、以後親密な師弟関係が結ばれるようになります。ルノワールは龍三郎の色彩感覚を褒めていたと言われています。それが龍三郎にとって何よりも自信になったことでしょう。しかしパリ留学から帰国した最初の10年は大変苦しんだと言われています。ルノワールから学んだことを作品に生かそうとしても、普通にやっていたのではルノワールの模倣にしかならない。西洋画の手法を日本の自然を描き表そうとしてしても、どうしても違和感が生まれてしまうのです。この10年は龍三郎が本当の意味で独立、言い換えれば自らの画風を確立する大切な時期でした。その期間を経て成熟した彼の作品は評価されるようになっていきます。豪快な筆遣いで描かれた桜島と、龍三郎が訪れた際に感動した北京の街並みを描いた作品などがあります。98歳で亡くなるまで精力的に描き続けました。これで今回の紹介を終わります。ありがとうございました。